はい、どうも石原です。今回の動画では iPhone15 シリーズのプロモデルは100ドル値上げへという新着のリーク情報についてと、 iPhone の最強サイズはどれか、優勝決定戦中間発表という2本立てで行っていきますので、どうぞ動画の方最後まで ご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひガジェット大好き、 iPhone 大好きの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ということで、まず iPhone15 シリーズのプロモデルだけ100ドル値上げというね、情報についてね、詳しくご紹介していきたいと思います。これは海外メディアのマックルーマーズが報じた内容なんですけども、新着のレポートによりますと、iPhone14 プロモデルは iPhone14 Pro および Pro Max よりも値上げになる可能性があるという情報でございます。震えます、プルプル震えます。大丈夫か、これ以上上がったら大丈夫かということなんですけども、これはソーシャルメディアの Weibo から、発信された情報なんですけども、 Apple は今年の iPhone15 のプロモデルの価格をぐーっと引き上げて iPhone15 Plus との差を広げますという状況でございます。なので、滞在的なその価格情報の範囲なのかはまだ分かっていないところではございますけれども、iPhone14 Pro と iPhone14 Pro Max はそれぞれ、1099ドルから始まる価格ラインナップで、価格がこれ上昇してしまうと、iPhone15 Pro、もしくは Pro Max、もしくはウルトラと呼ばれるモデルが、すべて1000ドル以上からになっていくので、値上がりしていくと。プラスアルファ100ドルぐらい値上げされるんじゃないかということになっているんですけれども、この100ドルっていうのは、よくね、この iPhone の価格についてのリーク情報をお伝えすると、日本が円高になれば、その安くなるからいいじゃんっていう話とかってあるんですけど、それもそうなんですけど、根本的にドル表記の価格帯のことについての話になってきます。 iPhone の価格帯のモデルっていうのは2017年以降999ドルというプロモデルの価格設定からこれ変わってないんですね。そう、2017年から12も13も14 Pro も変わってないんですよ。値上げされてない。ただ円安円高の状況で日本から発売されるときに若干値段が上下している、上がっているだけであって、本来のアップルが発売する価格のラインナップの米ドル表記については変わっていません。で、ここの変わっていないところのベースが上がるという状況になってきます。これはもちろんね、上がったからといって日本が円高になったら、それは iPhone 安く買えるようになるのは当たり前なんですけども、それを踏まえて米ドル表記で100ドル上がってしまうよという状況なんですよね。で、iPhone15 の標準モデルについてはね、そのプロモデルに限定されるダイナミックアイランドとか48メガピクセルなんかを、搭載する可能性もあるので、価格面からしたらどうなのかっていうところがあるんですけども、以前ね、iPhone15 が値下げされますよっていうのを年末に出したと思うんですけど、それは iPhone15 のプロモデルじゃなくて、標準モデルが値下がりします。それは iPhone14 Plus が売れなかった。それはプロとの価格差が問題だったよね。あんまり価格差がなかったから、もうプラス買うぐらいだったらプロ買うよっていう人が多かった。じゃあ iPhone15 ではもっとプロとその標準モデルの差別化を含む上で価格も広げていこう。つまり iPhone15 Plus を下げてプロをちょっと上げると。つまり iPhone15 Plus を下げた分プロをちょっと上げて、費用対効果を狙っているっていう、そういった価格戦略を2023年 Apple はやっていくだろうとしています。価格については世界的に見ても日本っていうのは円安でちょっと高くなったよねっていうのもあるんだけど、世界的に見ると安いんですよ。日本っていうのは安く販売されています。ヨーロッパなんてめちゃくちゃ高いですからね。なので、値上げされたとしても世界的には安い国、安く iPhone が買える国ということはあるんですけれども、基本的なベースのモデルが値上げされてしまうと、そうなんですよね、の日本で販売される価格ももちろん軒並み上がってしまうということになってくるので、この価格戦略っていうのが 4,5 年変わってないって言われているので、この辺がね、もう今年変わってくるだろうと。もう本当経済状況が読めない状況になってきまして、もう物価とかもね、日本以外でももうヨーロッパ世界各国で上がっている状況で、
この価格についてはアップルもなかなかしのぎを削っているところではあると思うので、その辺でやはりね2023年はアップルもその価格戦略については大幅な変更があるんじゃないかという状況になっていますので、まあプロシリーズを買おうと思っている方は特にこう値上げっていうのは少し、ね、やっぱ覚悟しておく必要があるかなと思います。はい、そして続きまして、あなたが好きなサイズはどれということで、iPhone 最強サイズを決定しようということで、アンケートを今実施しております。コミュニティのところの画面に、このね、案内をご紹介しています。はい、アンケート実施しています。概要欄にコミュニティのところに飛ぶね、リンク貼っておきますので、そこから飛んでもらって、もしくはコミュニティのところに行ってもらって、はい、アンケート答えていただければと思うんですけども、4.7 インチサイズの iPhone SE シリーズ、そして5.4 インチサイズの iPhone 12 mini とか13 mini シリーズ、そして5.8 インチサイズの iPhone 11 Pro とか 10S、そして6.1 インチ、6.7 インチ、この5つのサイズラインナップ、どれが好きですか？もちろん今は 6.1 インチ使ってるんだけど、5.4 インチサイズがやっぱり良かったっていう方は 5.4 インチサイズだし、自分が今まで使ってきた iPhone の中で、このサイズがやっぱりベストだよなっていうサイズをについてね、投票アンケートしてますので、ぜひね、あなたの好きなサイズに一票を投じてください。これはね、動画の企画として、後日結果発表を踏まえて皆さんにご紹介させていただきます。今、このチャンネルを見ている方々、どのぐらいの人たちがこのサイズを使っているのか、どのサイズを使っているのかっていうのも、面白い発見になります。5.4 インチはカルト的に人気だよ。じゃあどうなの？実際は。6.1 インチ標準だよ。じゃあ実際どうなの？6.7 インチ大人気モデルだけど実際どうなのっていうところを日本人の iPhone ユーザー目線で答えていただけていると思うので、ぜひねちょっとアンケートにご協力ください。で、中間結果、まあ、中間発表としましては、結論からねお伝えしていくと、もう 6.1 インチサイズが 42% と多い、うん、多い状況。 iPhone 13 Pro とか13とか12 Pro とか、このね14 Pro もそうなんですけども、 6.1 インチサイズが一番多いです、うん、やっぱりこれがちょうどいいサイズなのかもしれません、一般的なね iPhone ユーザーの中で言うと。で、一番ねちょっと驚いたのは、その 6.7 インチと 5.4 インチ割と接戦なんですよ、うん、割と接戦、5.4 インチが今のところ 19% で、 6.7 インチが今のところ 22% で、今ね2592票、2500名の方、もうご協力ありがとうございますの方々の中の、まあ、大体 20% が 5.4 インチか 6.7 インチを選んでいるという状況になっております。これはなかなか 6.7 インチが結構ズバ抜けてて、で 6.1 インチと 5.4 インチどっちかかなっていう、なんかそういうニュアンスで僕はねイメージしてたんですけど、まあ、6.1 インチが、まあ、まあ順当って言えば順当なのかな、うん、まあみんな選ぶサイズ、まあプロモデルを買うなら 6.1 インチだったろうから、うん、やっぱり 5.4 インチじゃやっぱ小さいよね。で 6.7 インチはちょっと大きすぎるよね。じゃあやっぱり 6.1 インチじゃんっていう多分結論に至ってる方が 6.1 インチなのかなと、うん、思います。動画コンテンツももちろん楽しめるし、で文字も読みやすいし、プラス片手操作もできないことはないと。ただ 6.7 インチになってしまうと、大画面だけど片手操作がちょっと難しかったり、使い回し、こう、ポケットに入れたりとかバッグに入れたりとか、そういう部分でちょっと大きすぎるから使い勝手が悪くなる。じゃあもうちょっと小さいサイズがいいよね。で、6.1 インチみたいなところなのかなと。まあ、この結果を踏まえると、順当に 6.1 インチがこのままキープして、はい、一着ゴールインということになりそうではある。ただ、第2位です、問題は。5.4 インチなのか、6.7 インチなのか、どちらが第2位なのかっていうのが、一番興味深いかな。4.7 インチサイズって人気だったんだけど、iPhone、SE シリーズとか iPhone8 ね。けど、やっぱり蓋を開けてみると、5.4 インチとか、6.1 インチ、6.7 インチ、やっぱもうちょっと画面大きくないとねっていう部分が、やっぱこれに見て取れるので、コンパクトなサイズがいいと思ってる方は 5.4 インチだし、 4.7 インチと 5.4 インチ、まあ似た者同士っちゃ似た者同士な感じはあるんですけども、まあ、このままねコンパクトなディスプレイサイズ、そんなにね 6.1 インチ 6.7 インチそんなディスプレイいらないよっていう人たちが
どこまでいるのか、どのぐらいいるのかについてちょっとね興味深い内容になってきました。はい、ということで今回も最新の iPhone の情報、アップルに関するリーク情報をお伝えさせていただきました。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございます。はい、ではまた次回の動画で。